パナソニックアリーナで12月11日男子バレーボール V プレミアリーグのレギュラーラウンド第12試合が行われ、パナソニックパンサーズは東レアローズと対戦しました。パンサーズのホーム枚方市で行われた年内最後のリーグ戦、3位東レとの上位対決には多くのファンが訪れました。試合開始から東レの勢いに圧倒されたパンサーズ、第1セットを12対25、第2セットを15対25で連取され、迎えた第3セット。途中出場した池田選手、今村選手の活躍もあり、終盤まで競った展開となりますが、このセットも24対26で落とし、セットカウント0対3のストレート。ホームで悔しい敗戦となりました。10勝2敗という形で終われたことは本当に選手が全てみんなよく頑張ったなと思います。今日の試合最終戦に関しましては、全て悪いところが 出たので2016年、リーグ最後、悪いところを全て出したからいいかなとは思います。まあ、来年に向けてまたしっかりと、調整していきたいと思います。パンサーズは現在10勝2敗、通算29ポイントでレギュラーラウンド首位。12月17日には東京体育館で天皇杯ファイナルラウンド2回戦を戦います。以上、枚方経済新聞がお送りしました。